はいどうもこんにちは、さかなです。バットケモットでございますけども、新しいパソコンに移動しました。よろしくどうぞ。なんだけどね、ちょっとね、この一人実況を撮るのがね、新しいパソコン初で、音声ファイルとゲームの映像とゲームの音をね別で撮っててね、これがうまい具合に合わせられるかどうかはわからないから、もしかしたら自分の声取るの失敗してて全部当てレコになってる可能性はある。うん、どうなってるかわからんけど、まあ数時間後の俺頑張ってくれ。編集もねだいぶ適当だと思う。うん、すいません、まだ新しい編集ソフトと新しいパソコンと新しい収録方法でね、ちょっと訳のわからんことになってるんでね、すいませんね。その辺はね、見たことない画面がね、僕モニター2枚使ってるんですけど、その2枚目のモニターの方でわけのわからん画面になってるんでね、もうめちゃくちゃ怖い。でもって、で今回はこのね、宝物庫の完成を急ぎたい、そんな感じなんだけど、とりあえず屋根付けね、ほらこれ、石レンガとかをねめちゃくちゃまあ作っといただけ。うん、では屋根付けやっていこう。そう、まだね新しい編集ソフトの方で早送りがねどんな感じかが分かってないから、ちょっと早送りこんな感じですよみたいな感じでやっていくからね、今までの早送りと気持ちなんか違うかもしれない。では、新ソフト一発目の早送りでございます。いきましょう。どんな感じだった早送り。ではでは、この今つけたやつの外側に1個下げたやつをもう1周つけていきます。よし、どう、速度どうだった。何回聞くんだよ何回聞くんだよマジで。で今ね、この下と上に1個ずつハーフブロックを置きました。てかね、ハーフね作りすぎたね、これ完全に。やったな。じゃあそしたらこっから屋根を急にしていくんだけども、中敷き詰めちゃっていいかな一旦。よーし、大変だな。うわー、でどうだった早送りうぜえ。そしたらこっから、階段を使って建築していきますよーと。あ、これレンガ足りないかもな、下手したら。まあ行ってみよう。足りなかったら泣く。またダイヤを掘る。どうせダイヤいるから。ニヒルがね、ちょっとダイヤ不足すぎて絶対できないわ、そんなすぐには。ちょっと中明るくしときますね。また、あ、てか刀光るやつあるね。え、かっこよ。うわ、思念いいな。やっぱ苦労しただけあって思念好きだわ。中もねちょっとね棚増やしたりとかしたいんで、急いで屋根作りましょう。この後編集してもうすぐアップしないといけないから、もうやばい。いけんのかこれ、間に合うかな。動画間に合わなかったらすいません。急げ急げ。でこっから、屋根を上げていくというわけなんだけども、こっからでいいか。あ、こうするか。で階段を置いていって、よし。あ、これ真ん中見ときゃよかったな。真ん中が分かんない。真ん中どこだろう。ちょっと中崩しちゃって、真ん中見よ、真ん中。あ、ちょうどここ真ん中だった。真ん中ですよーって、ここで真ん中、ここ真ん中ね。この縦階段、あ、縦階段、縦階段、階段がね、こうパパパパーっていくだけなんだけどね、これをどんどん置いていくと。ちょっと急げ急げ。もう編集にさ慣れてないソフトだから、どんだけ時間かかるか分かんないから、とりあえず収録を急いでやっていきたいところ。土台となるハーフを置いて、その上に階段を置いての繰り返しで、中の空洞はまあ明るさで湧き潰しする感じでいきます。で今作ってるのはだいぶベーシック素の状態の屋根になると思うので、後で装飾をかましたりとかもできると思います。さらになんか和風建築みたいなのでいろいろ調べて、まあ、ベーシックな形だなって思ったのをとりあえず今使っ
作ってる感じ、基本的な形ね。うん、時間と勝負している感じが楽しいな。タイムアタックみたいな。で、多分動画に文字はあんま入ってないと思う。文字の入れ方がね、ちょっとまだ下手でね、遅いんだよね。よし、これで真ん中来たか。真ん中は最後はちょっと上げたろかなみたいな。上げなくていいか。ここだけを外向き階段にして、で、あとハーフを置いてやれば、さあどうだ。お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。どうすか。で、さっきあのベーシックな形って言ったんですけど、ここねちょっとのっぺりしちゃってるんで、ここにこう三角形をまた入れてもいいですし、こうここにこう縦ラインをね一個足す感じで入れちゃってもいいなみたいな、そういうことで今ベーシックな形になってます。とりあえず前しかできてないんだけど、まあまあいいや、まあいいや。物資不足、あの時間不足ということで、で今回まだやりたいことがある。まだ時間はある。で、そうそう、やりたいのが、この棚をねここにつけるんだけど、ちょっと足場壊して真ん中にね、こうスカスカじゃん。で、前回は、確かここに同じような棚を作るって言ったやつカットしたかな、わかんないな。だけど、ちょっと変えて縦置きのね棚を作りたいと。うん、ただ縦置きがね、ただ置いてもかっこ悪いし、縦置きをこの中に入れなかった理由としてはね、この縦のこの枠線がちょっと太いんですよね。この横置きだとハーフブロックで整理できるんで、こうスラッとした感じになるんですけど、縦置きだとどうしても縦で区切るんで、この縦置き、区切りの縦置き、見てることわかる？ね、そんな感じになっちゃうからスマートじゃないと。なんだけども、ちょっとかっこいい置き方をね思いついたんで、やっていきます。どうしようかな。通路がね、通路の関係、まあ間見てこんな感じでいいかな。場所は後で考えます。はい、後で考えますよ。そしたらこうして、間違えちゃった。これを壊していきます。めちゃ暗いね。なんかあのキツネビ、竹モッドのキツネビを使って明るくしたいね。うん、こんだけぎっちり詰まってると松明でもだいぶ圧迫しちゃうから、見た目はね。松明じゃない方がいいね。うん、独り言をガンガン言っていくよ。独り言をね、もう伝える気のない独り言をね、実況でもない独り言をね今言ってる。あとね、もうお昼過ぎなんだけど、今日ご飯食ってないからめっちゃ腹減ってきた。あー、夜ご飯何作ろうかなとか考えながらやっていくけども、で、棚のベーシックな形なんだけど、ここで縦置きをねやっていくんだけど、こうやって置いてみようかなと。縦だけどもただ並べるんじゃなくて、互い違いに置いてみる。なんで置けるかな、これで。置けるね。こうしてこうして、こういったら、で、薄コンペンでしゃがみクリック、あ、しゃがみ右クリか。すると縦置きになるんで、こうやって置いてやると。で、ちょっと、思念さんと、つくもさんと、戸籍と、まあ、いくつか借りまして、こんな感じで、で、ここで、対になる上か。上側も、互い違いに置いていきたいんだけども、起点となる高さのハーフをまず置いて、で、互い違いになる床が下がっているところに置いていけばいいのか。こうして、いいめっちゃいいぞ。自画自賛がすぎるけども、じゃあこのダイヤモンドのやつと、オロチアギトと、なんか、ヤマトね、ヤマト。オロチアギと、金剛。あとはこれ、千鶴村正。あ、これあるか。ちょっと松明置いちゃおうかな。置けないか、ここ。ここなら置けるか。あ、キツネビがいるな、マジで。どうすか、この置き方。どうよ。この縦置きで反対側も同じ感じに置く。はい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 、といいね。ちょっとキツネビ配置しようか。
茶、取ったかぼちゃを、ジャックオーランタンで合ってるよね、合ってるね、ジャックオーランタンにしていって、ラピスラズリと、つづらと合わせると。こうか、できた。さあそしたらできた、キツネビで明るさを与えていくと。このキツネビはもう一回説明すると、持っていると見えるけど、こう配置して、キツネビ以外のアイテムにすると消えるっていう、そういう光源アイテムですね。松明を取っ払って、でキツネビ以外のアイテムに変えると消えると。だけど明るいっていうね、素晴らしいじゃないですか。でちょっと屋根がのっぺりしてるから、ちょっとへこましたりとかしてもいいかもしんないね。なんで今回はちょっと時間がないんで1本だけね、作っていきたい。よし、ガラスを使うんだけども、てか多分サムネになってるから、サムネのまんまだよね。蛍光灯です。はい、これを作ります。サムネで分かってんだよな、どうせな。そうなんだよな、動画って難しいね、サムネで分かっちゃうんだよな、内容がな。いや作り方超簡単じゃんこれ。蛍光灯、こうガラス置いてタン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 で、薄コンペン、はいはい、あ、できた。お、蛍光灯、あ、実績あるんだちゃんと。え、え、なにこれ、折れてない？え、棒やんこれ、棒、え、棒やん。あ、すげえ、あ、わかった、これ箱だ、パルックとかの、パルックとかの箱だわこれ。あ、すごいすごいすごい、え、ちゃんと光ってないこれ、刀が。やば、ちょ待てよ、夜にしよう、夜に。光ってんのかなこれ、この布団で寝て。どうだどうだどうだ、お、行ってるね。光源ではないか、さすがに。あ、光源ではないけど光ってるのがよくわかるね。お、すげえ、蛍光灯。これさ、抜刀状態で置いたらもう電気なんじゃないの？見た目だけね。じゃあ抜刀状態で置いてみよう。ほいほい、あ、お、パルック。縦置きにすると、棒だね。うん、縦置きにすると棒だ。では今回はね、というわけで宝物庫が完成したというね、話なんですけどもね、全然完成してないな。縦置きがねかっこいいと思ったらね、また高評価してもらえると嬉しいですね。いいじゃんいいじゃん、かっこいいじゃん。ではご視聴ありがとうございました。抜刀剣でした。新しいソフトでも頑張ってやっていくぜ。バイバイ。